アメリカに新しいヒロインが誕生しました。体操女子団体、この日アメリカとロシアは激しく金メダルを争っていました。ケリーストラックです。アメリカチームを引っ張るのは18歳のケリーストラック。高得点を続けます。対するロシアはミスを繰り返し、アメリカのリードを許します。アメリカはストラックの活躍でロシアとの差をさらに広げます。さあラストは何を持ってきますか。屈指、高い、トミノフンサルトですね。3種目を終えてアメリカは 0.897 の差でロシアをリード。よほどの失敗のない限り逆転はありません。アメリカの優勝、誰もが確信しました。ドミニク・モセアヌの跳馬です。アメリカ最後の種目、跳馬。思わぬハプニングが起きます。跳馬は2回の跳躍のうち高い方の得点が採用されます。モセアヌ2回目、モセアヌ2回目も失敗しました。勝負の行方はにわかに分からなくなりました。アメリカが金メダルを取れるか、それは最後の演技者ストラックにかかります。自力で優勝を決めるには 9.6 以上の演技をしなければなりません。さあこの選手で、ストラック、あっと、これまた続けて、どういうことでしょう。ただの失敗ではありません。それは大きなアクシデントでした。着地の瞬間、左足のかかとを激しく打ちつけたのです。戻ってくるストラッグのわずかな異変にチームの仲間は気がつきました。しかし観客はそのことに全く気がついていません。1回目 9.162、 2回目を棄権するとロシアに逆転を許しかねません。果たしてこの足の状態で着地ができるのか。I saw everyone. Come on, Carrie, you can do it. Because you know we all knew that the gold medal was on the line. 二本目。どうしたんでしょう、ケリーストラック。左足。あ、なんかあったか。これは採点としてはどうなるんでしょうか。一度着地して、すぐ着地してますから、一応このすぐに、まあ、体勢は立ったというところで採点されますね。ストラックの足に何かが起きていたことに観客はこの時初めて気がつきました。抱えられて会場を出るストラック、この時 9.712 の得点が表示され、アメリカの初優勝が決まりました。表彰式が始まります。左足には大きなギプスがつけられていました。怪我をして飛んだストラックの2回目の跳躍がアメリカに金メダルをもたらしました。
ケリー・ストラック18歳、世界に勇気を示しました。